皆さんこんにちは、ハヤトです。今回も前回の続きからやっていきます。今回やりたいことはバヤシコフの誕生日なので、バヤシコフの家に行って誕生日プレゼントを渡していきたいなと思います。で、昨日その準備をしたんですけど、間違えてプレゼント開けちゃったので、もう一回包むとこからやろうかなと思います。どれだっけ、これこれこれ、マッスルタンクトップね。これ絶対これいいでしょ、絶対喜んでくれると思うわ。これを渡しに行こう。ちょっと待ってね。レイラーから、花に水をやってたらつい綺麗で見とれちゃったんだよ。そしたら花びらに乗ってたカマキリがうちの方を振り向いてさ、びっくりしたみたいに逃げてったんだ。うちってそんなに目つきが悪いか。そんなことないよ。なんだろうかな、これ。とりあえず誕生日プレゼント、あ、そう、あとここがオープンしたよって言ってました。あとで覗きに行こう。先に覗きに行こうかな。お金持ってたっけ。あ、ゼロベルだ、やっべ。どうしよう、お金をどうやって調達しようか。銀行には一応あるけど、石叩いて調達しようかな。どうせ石も叩かなきゃいけないからね。そうだ、今の時刻は15時58分、3時50分、もう4時ですね。よいしょ、お金じゃないか。今日はお金が欲しいですね。どうなんだろう、バヤシコフの家行ったらみんな集まってるのかな、この住民の人たちがさ。とりあえずお金が出るまで石叩きを先にやっちゃおう。今日は土曜日か。なんかバイトしかしてないから、本当に曜日感覚が来る。あ、お金だ。よし。頼む。最後まで。8000円も。頼む。よっしゃー。大金持ちだ。よし。これを。ここに行ってとりあえずラッピング買おうかな。はい、どうもどうも。ラッピングが欲しいです。はいはい。ラッピング、あ、クラッカー売ってる。これ絶対買ってかなきゃいけない気がする。5個買ってか。 OK。他にも何かご利用はと。ラッピングこれこれ。行こうか。いいね。なもんかな。これも買おう。クマのチーズちゃん。いいね、これ。かわいい。買おう。はいはい。そしたら、一応服屋さん見に行って、もっといいのがあるかもしれないから服屋さん見に行って、まあ、なかったらあのタンクトップあげよう。エイブルシスターズだ。やっと来たか、この島にもエイブルシスターズが。おお、広いね店内。いらっしゃい、手作りファッションのお店エイブルシスターズへようこそ。あ、ハヤトさん、仕立て屋の場所決めてくれたお気に、おかげで立派なお店ができました。これからはじっくりと安藤に腰を据えて服やアクセサリーを販売させてもらいます。
軽く店内の説明をさせてもらうと、店内入ってすぐの目の前が日替わりの今日のおすすめ商品。それから店内向かって左のエリアのマネキンには今の季節のおすすめコーデを飾らせてもらっています。こちらも日替わりほどではないけれど定期的に入れ替えているので、コーディネートの参考にしてくださいね。もちろんマネキンに飾ってある商品、すごい。次に店内奥の壁なんやけど、ここはお客さんが持ち込んでくれたマイデザインを飾る。ああ、なるほどね。展示はもちろん大歓迎で、飾ってあるマイデザインは無料で持ち帰っていただけるのでご利用くださいねと。隣の端末マイデザインショーケースを使えば、世界中の人が作ったマイデザインをダウンロード。ああ、なるほど、それいいね。ツイッターの人たちからパクってこう。それから最後にご紹介したのが、店内向かって右奥の試着室。今日の販売商品は色違いも含めて自由に試着してこう。すごい。スペースの都合で並べてない商品も試着室でお見せ。何それ。了解。毎朝9時から夜9時まで張り切って営業しますね。はいはい、早いね、9時。これなんかジブリっぽくない？あの豚なんだっけ、飛べない豚はただの豚だみたいな。買う、買っちゃう。これもじゃね、なんか飛べない豚はただの豚グッズじゃない？買っちゃう。いいね。赤い靴は何これ？とんがった靴。とんがっとくか。買っちゃう。オッケー。マネキンね。これスカート？巻きスカート。ボタンの巻きスカート。買っちゃう。買ってしまった、巻きスカート。ここは試着室やよ。中では自由に商品を試着できて、気に入ったものがあればそのまんま買う。了解。さあさあ入ってみてちょうだい。入ってみるわよ。この辺売ってるんだ。すごい。MA1 あるけど、めっちゃ安いけど、島村ぐらい安い。1440円。巻きスカートいっぱいあるじゃん。面白いね。あ、すごい。なんかトレッキングシューズとかか。あ、横もあるんだね。すごいね。これゴスロリビジュアル系ドレス。かわいい。これポンチョ風ニット、トレンディーな服。タキシードたっけ。いや、今はね。ありがとう、見せてもらったよ。ケイトさん、アサミさんじゃん。ケイトさんって誰なんだ。じゃ今はちょっと立て込んでますし。あれ、ケイトさんじゃなかった。まあいいや、ごめんなさいね。お姉ちゃん集中してるときはいつもそんな調子ないよ。もう一回話しかけてみようか。こちらのお客さんをちょっとお願い。釣れないな。おおきに。よし、そしたら包もうかな。包むで、これかな、マッスルタンクトップ。これ OK。 よし、行こう。林子風来てやったぞ。ほい、さあさあ、どんな感じ。誕生日のお家は、おお、レイラいるじゃん。ああ、初期面ね、初期面いいね。レイラと林子夫の初期面。ようハヤト来てくれたら、サンキューな。ほら早く仲間に入れよ。レイラやべえやん、なんか。やっぱこいつはパリピだったら。よし、おお、いいね。レイラに話しかけようか。林子夫の誕生日、あんたもお祝いしに来たんだね。ダチ思いの見上げた心意気じゃないか。お前もな、レイラ。うちも最高のバースデーになるように一肌脱いでやらなきゃと思ってるんだ。さあ、あんたも気分上げていきなよ。じゃんよ。上げ上げだね。
よ、バイスコフ、おめでとう。別に期待してるわけじゃないけど、もしかしてプレゼントとかあったらオイラ嬉しいぞなんて。あるよ、もちろんじゃないか。これです。もうプレゼントって書いてあるから、どう、ちゃんと包んでやったんだから。やった、早速あげていいか。もちろん。お、マッスルタンクトップじゃんか。お前分かってる、分かってるだろう、だろう。よくマッスルマッスル言ってるからな、林子は。プレゼント、サンキューな。切ろうよ、ちゃんと。サンキューな、大事にするぞ、なんちってな。いいね。ZL でなんかが。友達の誕生日を祝った、みたいなのがあるかな。あ、ある。誕生日をお祝いしよう。どこに住んでいる仲間であっても、友達のバースデーをお祝いしてあげるのは素晴らしいことだもん。熱い友情に敬意を込めて、たぬき開発から結構もらえるんじゃない ?300 かーい。1000ぐらいもらえるかと思ったわ。こんなもん、こんなにチヤホヤされるとヒーローになった気分だな、なんちて。みんなでクラッカーとかやりたかったけどね。こうやってダチの新しい一年の門出を祝福できるな、嬉しいと。バヤシコフもパーティーも楽しんでくれてるみたいだし、よかったよ、じゃんよ。クラッカーできるかな、手に持つ。ほれ、あ、あ、違う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 。はい、あ、いいね。めっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん。こっち来てよ、こっち来てよ、こっち来て、こっち来て、こっち来てよ。その辺に立ってよ。そこでもいいか。いくよ。おい、いいね。これサムネだね。もうなくないんじゃない？これ最後の一発じゃない？ここ。こい。横向け。ああ、いいかも。いいね。オッケー。サムネも完成した。頑張った、頑張って準備した甲斐があったよ。あ、お前がやったんだな。さすがだね。うちのバースデーパーティーもこれぐらい盛り上がればいいんだけどね。お前の誕生日いつだ？ちゃんと祝ってるからな。じゃあな。お、ハヤト。帰るのか？今日は来てくれてサンキューな。プレゼントすげえ嬉しかったぞ。大事にするからな、なんちて。ちゃんと着るよな。よーし。イベント消化。これもう一回入ったらまた、まだ誕生日やってるんだよね、多分。一日中今日は、あ、こういう感じね。オッケーオッケー。よし、今日はこんぐらいにしとこうかな。いつも長いからね。今日はバヤシコフの誕生日を祝ったという回でした。最後までご視聴していただきありがとうございました。